G ガイドは、ジェムスター TV ガイドインターナショナルの独自技術に基づき、IPG が提供する電子番組ガイドサービスである。2018年4月現在、G ガイドの番組表は、地上デジタル放送、BSCS110 度デジタル放送の番組表に対応している。また、地上波による放送と、衛星放送による放送に対別される。 1998年サービス開始。現在、通常、JNN 系列をホスト局としている。JNN 系列局が存在しない、秋田県、福井県、徳島県、佐賀県の4県については、こちらの項を参照。アナログ放送では垂直基線区間の10番目から13番目にデータを頂上する方式によって、1日5回、デジタル放送では、 データ放送で1日24回の放送を行っている。地上波アナログ EPG としては唯一のテレビ視聴者世帯カバー率100%を達成している。地上波アナログ放送の番組表制作は新聞、雑誌のテレビラジオ欄を各社に配信している東京ニュース通信社の G ガイド専門部署が行っている。地デジチューナーの場合 地上アナログ放送の G ガイドデータ受信にも衛星パラボラアンテナの接続が必要である。従来のアナログ受信機になかった点として電源を切る際は主電源を切らずにリモコンで電源を切った状態にしなければならない。もし本体で主電源を切ったあるいは電源プラグを抜いた状態が1週間以上続いた場合、その受信機の G ガイドデータはすべて空の状態になる。 これを防ぐためには、電源を切るときはリモコンで行い、電源プラグは抜かない、あるいは、主電源を入れた後に、地上アナログ放送のみを数時間以上視聴することにより、その間に g ガイドが最新データへと更新される。g ガイドの送信チャンネルは二0 1 1年七月二十四日に、b s 九百八 c h から b s 七百六十八 c h へ完全移行されているため、 BS908CH で設定されている場合、設定の変更が必要である。なおチャンネル変更は、手動で行うケースが多い。2007年4月27日から、JNN 系列ほかで、地上デジタル放送による G ガイドのデータ放送の本放送を開始した。この放送を受信するためには、受信機が、地上デジタル放送 G ガイド受信に対応している、必要がある。 2003年5月サービス開始。当初はメガポート放送をホスト局とし、2004年7月から地上デジタル放送の番組表の放送も開始された。2005年10月1日、メガポート放送が日本 BS 放送と合併したため、ホスト局は日本 BS 放送へと移行したが、半年ほどで地上8位ガイドホスト局も多い、JNN 系列の BSI へ移行を。 決定、2006年8月1日に、両局の委託放送事項変更が発行し、バトンタッチされた。2016年12月初頭をもって、2003年以降に発売された一部旧型モデルの BS デジタル、放送向け G ガイドサービスが終了し、人名、キーワード、ジャンルの検索機能、トピックス機能等の G ガイドサービスが利用できなくなる。1日8回放送している。 全国カバー率100%という点と番組表上に広告を載せることによりメーカーに対するライセンス量を低めに抑えた点が直接のライバルアダムス EPG に対する大きなアドバンテージとなっていると言われている。事実 G ガイドは多くの DVD レコーダーで採用されており地上波アナログ放送の EPG におけるデファクトスタンダードとなっている。 TV 画面上からのダイレクトな録画予約の他に、ジャンルやキーワード、人物名で番組検索を行うことも可能となっており、今後予想されるインタラクティブな TV 視聴の必須アイテムといえる。番組表は9日先の5時までのデータが放送されている。受信機により表示可能な最大に数、時刻が異なる。1998年から2002年8月までは、 二日分の番組表と八日分のジャンル別番組表が放送されていた。当初は八日から三日前まで雑誌、放送が近くなるにつれて、新聞の番組情報に切り替わる方式をとっていた。ために異なる番組表データが混在することとなり、表記揺れが多く発生し、予約の妨げとなっていたが、 2005年9月1日より EPG 用の番組表データを使用することで表記揺れの問題が大きく改善された。表示形式としては2種類存在する。広告表示には従来型広告モデルと新型広告モデルがある。デフォルトで存在するジャンルを指定することで番組検索を行うことができる。ユーザーが新たにジャンルを加えることはできない。任意に登録した。 キーワードによって番組検索を行うことができる。受信機の初期設定画面でホスト局設定を行わなければ G ガイドを受信することはできない。通常、デフォルトで該当地域のホスト局が設定されている。ケーブルテレビや UHF アンテナによる直接受信等で地上波のホスト局が2局以上受信できる場合で、 あっても、地上波のホスト局は一局しか設定できない。JNN 系のぼ根がない秋田県、福井県、徳島県、佐賀県の4県を除き、ホスト局はすべて JNN 系列局となっている。JNN 系列局かつての配信対象局かつての放送対象エリア JNN 系列局が存在しない地域のホスト局かつてのホスト局、ABC 実際に利用できる放送局は、 都道府県設定によって決まる。ABCD 放送チャンネルはデジタルのもので、地デジ、XX8 の上2桁、XX は地上波ホスト局のリモコンキー ID に20を足した数値になっている。3桁の数字のみは地デジのチャンネル。NHK ランドの網がか,かりのツボネは総合テレビのみ配信。ABCDEFG 表中のはアナログ G ガイドのみ配信。 デジタル G ガイドのみ配信。ABC 民放欄はすべてリモコンキー ID 順で、地上破格局の網掛かりの色は、の網掛かりは、NNN、NNS 系列局の網掛かりは、アン系列局の網掛かりは、TXN 系列局の網掛かりは、FNN、FNS 系列局の網掛かりは、独立局の網掛かりは、クロスネット局。 その他ランの網がかりの色は、の網がかりは放送大学。ABJANN 系列局が存在しない地域のホスト局やかつてのホスト局の表中のホスト局の背景色はは、NNN、NNS 系列局は、アン系列局は FNN、FNS 系列局。NNN、NNS 系列局の四国放送は、デジタル G ガイドのみ配信で、 かつてのアナログ G ガイドは毎日放送が対応していた。FNN、FNS 系列局の佐賀テレビはデジタル G ガイドのみ配信で、かつてのアナログ G ガイドは RKB 毎日放送が対応していた。これにより、現在の G ガイドのホスト局は JNN 系のぼ根が存在しない、秋田県、福井県、徳島県、佐賀県の4県を除き、 すべて JNN 系列局となっている。BSTBS は衛星放送。2011年7月24日まで、BS デジタル放送では、メガポート放送日本 BS 放送から BS、IBSTBS に関された BS デジタル 908CH でも全国放送していた。ABCDE 独立局の MTV、GBSBBCWTVTVN は、 TXN 系列との定型関係あり。TXN 系列の TEVA は MX とのネット関係あり。TOS は NNN、NNSFNBN、FNS 系列のクロスネット局。ANC は FNN、FNS 系列主体で NNNAN 系列とのクロスネット局。FNN、FNS 系列のアトブは NNBN、NNS 系列との定型関係あり。 FBC は NNN、NNS 系列主体でアン系列とのクロスネット局。うちは受信方法、対象サービスただし、地上アナログのみの対象サービスでもガイドチャンネルの設定により0073でワウワウ、0074で NHK 衛星第一テレビ、0075で NHK アナログ衛星ハイビジョン、0076で NHK 衛星、 第二テレビといった BS アナログ放送の G ガイドを表示することもできる。地上デジタル放送では放送局ごとに番組表を出すことができるため G ガイドのロゴが出ないメーカーもある。G ガイドのロゴが出ないメーカーはソニー、シャープなど現在 G ガイドではアナログ放送のみならず地上 BS110 度 CS デジタル放送の番組表サービスも提供中だが デジタル放送では放送局自体が番組データを出すことができるため基本的に G ガイドのような番組表専門のサービスがなくても番組表を利用できる。その場合もちろん広告は出ない。そのため放送局からの番組情報に詳細情報を付加するなど独自性を発揮していかなければならない。デジタル放送では G ガイドの番組表と放送局の出す。 番組表と2種類あることからアナログのみ、アナログと BS110 度 CS、すべて、など、G ガイドを利用する放送サービスはテレビによって、異なる。テレビやレコーダーのみならず、パソコンや携帯電話などに対しても、G ガイドサービスが提供されている。パソコン向けアプリケーションソフト、G、ガイド4、Windows のほか、携帯電話版アプリケーション、G ガイドモバイルもある。 g ガイドモバイルは NTT ドコモ、AU、ソフトバンクモバイルそれぞれの携帯電話端末にプリインストールされており2006年12月には全国の地上デジタル番組表対応を完了した。また2006年7月 g ガイドを提供する IPG から放送局の公式地上デジタル番組情報の事業者向け配信サービスの開始が発表されている。 2006年12月には、プレゼントキャスト運営のテレビドガッチに、地上デジタル BS デジタル番組表データを提供。2007年11月1日、ソネットエンタテインメントと業務提携し、地上デジタル放送に対応した、インターネット電子番組ガイド、G ガイド。テレビ王国のサービスを同日より開始すると発表した。サービス利用料は無料。 2008年4月1日には、ヤフーとも業務提携し、テレビ王国と同様なヤフーテレビ、G ガイドのサービスを開始している。また、任天堂の Wii でもショッピングチャンネルにて無料のテレビの友チャンネルを入手することにより、Wii 専用 G ガイドが利用できるが、2011年7月24日に終了した。ありがとうございます。